どうもお疲れ様です。まあ年末が近づいてくるとね、喪中はがきなんてのも届くことがあると思います。ただやっぱり時代とともにこの喪中って概念もどんどん移り変わってきてですね、まあ今喪中っていう習慣を使うのは本当に一部の人だけになったのかなと思います。まあそもそも喪中はがきっていうのがね、年賀状前提にされているっていうのも最近の話なんですよ。そもそも年賀状とかそういったお手紙とかおはがきとかがない時代から喪中ってのはありました。じゃあ喪中ってのは誰に呼びかけるものであり、誰が共有するものなのかというと、まさにね、日本特有の村社会ですよね。で、村っていうのは一つの部落であり、そこにはですね、大体20世帯から多くても30世帯、50世帯ぐらいまでの話だったんですよ。まあ、つまり今みたいな市区町村制とかね、大きな都市化とかになってくると、さあ例えば喪中ですとか言ってもね、知り合いが多くって常に喪中みたいなことになっちゃうわけなんで、もう時代にそぐわなくなってきたのかなと思います。その反面、人間関係がどんどん薄くなってきて、ペットにまでね、喪中を当てはめるべきなんじゃないかなっていうふうな考えが出てきたのも、なかなか興味深いことでございます。全体的には喪中って習慣がなくなってきたんですけども、喪中という習慣をね、新しい今の時代に適合させて続けていく人もいるわけなんですよ。で、昔の話になりますけども、やっぱりね、男女の喪中の概念っていうのもだいぶ違いまして、特に子供ですよね。子供ってのがね、とにかく早産死産だったわけですよ、昔はね。だから子供がなかなか生まれてこない、生まれてきてもすぐ死んでしまう。だから一家に子供が7人8人10人いるのがそんなに珍しくないよっていう時代。しかしそのたくさん生まれた子供も10歳までに、つまり名前を与えるまでにね、死んでしまう例が多くって、結局は20歳まで生きたのはうちは2人だったよね、3人だったよねっていうふうな形で、たくさん多くてたくさん死んでしまうっていうね、多産多死の時代だったわけですよ。そうなると子供が死ぬたんびに喪中とかやってったら、もうあっという間にね、一生が終わっちゃいますので、まあ喪中もせいぜい、3ヶ月っていうふうに決められたんではなかろうかと思います。まあそういうふうに最初は決まりというよりも習慣、その村々にあった習慣で喪中っていうのが決められてたわけで、じゃあ奥さんが死んだ時の喪中の長さと旦那さんが死んだ時の喪中の長さにまたこれが違いがあるのは何でかっていうと、これはですね、奥さんがお亡くなりになった場合、早く次の奥さんを迎えなければいろいろとね、目詰まりが起きてくることがあったわけですよ。まさに村社会の弊害だと言いますけども、例えばお父さんが出かけてる間に面倒を見るね、子供を面倒を見る家事をする人がいないってなるとすごく困るんで、奥さんは早く入れ替えるっていうね、そんなドライな時代だったのかもしれません。実際ですね、奥さんがお亡くなりになったとも、新しい奥さんっていうのはすぐにできたわけなんですよ。特に男性は戦争で死んだりとかね、その他の疫病で死ぬってことになって、大黒柱を失った女性とそして子供が残っちゃうみたいなね、昔も母子家庭ってあったわけですよ。その母子家庭を早く回収しなければいけないっていうところで、奥さんが死んだところにはその母子家庭のね、奥さんとか、それから単身でお住まいになっている女性の方、未亡人の方を早く、奥さんを失った方にマッチングさせるっていう仕組みも当時あったらしいんですよ。ですんで、そんな時に、いや、うちは喪中だからさって言ったら、家庭が成り立たないので、じゃあ女性の喪中は短くしましょうかっていうふうになったように聞いたことがありますね。で、反面、じゃあ男性が死んでね、奥さんが男性に対して、そんなね、1年ぐらいも喪中をしていたら、で、奥さん奥さんで未亡人で困るじゃないかって話がありますけども、そこはね、またね、新しい制度があったわけですよ。つまり奥さんは、長屋で暮らしていたりとか村で暮らしていたわけなんですけども、その村全体の共有物っていう概念があったんですよね。この辺ちょっと詳しくなるとね、詳しくお話しすると、もうなんか裏ビデオみたいな話になっちゃいますんで、なかなか言いにくいんですけども、実際にそういう風な曖昧な規範の中で現代に当てはめて喪中の期日を決めるとしたらこうですよってものが最初は適当にね、繰り出されたみたいですけどね。で、現代の喪中なんですけども、基本的には喪中ってものはどんどんなくなっていきます。で、お正月ですとかクリスマスですとか、1年を通じて様々な西洋行事なり日本伝統部来古来の行事とかがあるわけですけども、喪中ってのは基本的に喪中の期間は一般的な冠婚葬祭ですとか地域のお祭りに顔を出しませんよってことなんですけども、実際にそんなことでもなくなってるわけですよね。喪中はがきを出すのにクリスマスは出かけて行ったりとかね、ツリーを飾ったりってことあるわけです。つい誕生日は祝ったりみたいなね、ちょっとライブいろいろとね、新しくシャッフルされてきたんじゃないかなと思います。そんな中で今令和時代の喪中って概念が、例えば
ペットに対しても夢中って考える人が出てきても、それは別に否定するものではありませんしね。昔のその由来を持ってきてね、いや本来夢中はこういうものなんだって言っても、それはもう原理主義者に陥っちゃいますんで、今の時代に合ったみんながね、納得できるものに形作っていけばいいのかなと思いますし、そもそも夢中なんてのは自分とつながった人に対してだけ通用すればいい話なんで、世の中一般的にあってものを持ち出すのはまたね、別の理論になってしまうのかなと思いますね。まあ、今は本当に様々な形に分かれていって、それをお互いに認めていかないとなかなか折り合いがつかないっていう時代になってきたのかなと思います。本日は夢中についてお話ししてみました。